ケンです。おつれです。前川です。ヒューガです。はい、今回は、まあ、スペシャルゲストとしてヒューガさんに。いや、もう待って。ゲスト。準レギュラーのヒューガさんに。おお、ゲストです。いいですか、そろそろ。もう準レギュラーにさせてもらっていいですか、そろそろ。ね、ステップアップ狙っていきたいですから。はい。はい、まあ、今日はそんなゆうがさんに、ガチスカの紹介を、はい、ちょっと、うん、激坂の動画でしたことあります？ないかも。ない。自分のチャンネルとかでも、自分のチャンネルでももう前やったっきりずっとこの形なんで、あ、選手は変わってる、入れ替わってるけど、コメの形とか自分の好きなやり方とか変わってないんで、うん、あんまり更新してないですね、はい、最近。まあ、激坂3人ともロングなんで、うん、まあ、ヒューガさんショートカウンターを使ってるっていうことなんで、ショート使ってます、はい。まあ、そちらをまあ3人でちょっと見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、まあまあ、よくある形ではない、まあ、普通ですね。普通言い方の時が普通普通、まあ、よく見る、あれ、ネイマールだけ左ウィングだなとかないですよ。よく見かける、まあ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 、見るかな。うん、まあけどね、こだわりがあると思う。あると思いますね。聞きたいのありますし。気になるとこありますか？ない。あ、じゃあ、はいはい、はい、はい、角田、はい、角田さん、はい、いいよ、はい、まあ、後ろのラームがラームね、結構まあ、右サイドバックで上げる人が多いと思うんですけど、そうなんだ、まあ、へえ。あ、使うならば、ね、はい、使うなら使ってる人で、右サイドバックで大ガラッとさせてる人が多いと、はい、で、まあ、個人的には左サイドバック、うん、まあ、左利きの方がいいんじゃないかなっていうのも思うんですけど、うんうんうん、まあ、そこでラムを起用してる理由を。あ、いい質問や。あ、いいですね。はい、はい、え、でもラムめっちゃいいですよ。ラムはかなり評価高いですね。だからまあ守備、ただちょっと高さ気になさんよ。あ、はいはい、最初は、うん、でもなんかまあサイドバックで一人こう取り感いいやつ置いとけばいいかなみたいな感じで今置いてます。で、まあ、高さ気になるときは今ちょっとここ外しちゃってるんだけど、まあ、冨安左とかにして、あの、ライカールト入れたりしてます。真ん中。なるほど、なるほど。そうしたらもう後ろ結構ガチガチでなるんで、まあ、ここ後ろはとにかく守備から、うん、ラームは上げてないってことですか？ラームはこれディフェンシブ入れてます。お、なるほど、はい、お、一応タレントデザインももうこんな感じで、もう足早くとディフェンスだけみたいな感じです。はいはいはい、だからフィジカルとかもないんで気になるかなと思ったんですけど、まあ今のところそんな気になってないのと、うん、まあ、そこにショートカウンターっていうのも入ってくるかもしれないですね。お、まあ、前で前でなるべく取ってるので、はいはい、はい、まあ、なんかそこまで気になってないかなって感じです。うん、ある？僕は。はい、はい、はい、影山さん、いいですか？なんでロングではなくショートカウンターを使ってるんですか？あ、いい質問ですね。いい、これやっぱこういうのじゃないかな。いいですね。やっぱりこいつほんとずるいよ。俺もそれ質問しようと思ってた感じの。いい、まあ、これはまあ、正直こう猛者同士の対決になればなるほどぶっちゃけロングの方が強い、はい、おうおうと思ってるんですよ僕は。なるほど、なるほど。ただショート、ただショートなのはもうただ自分の性格がせっかちなので我慢できないんですよね。ああ、ロングの守備ので、ロングってちょっとでも自分で行ってそこをかわされちゃうともう結構きついじゃないですか。しっかり我慢しながら守備しなきゃいけないっていうよりはこう自分発信で守備したいのでショートにずっとしてます。まあ、特にランクマなんで普段これやるの、うん、ランクマッチだったら別にいいかな。こう大会とかになってくるとまたちょっとやり方変えてロングカウンターとかにしますけど、基本はショートでやってます。なるほど、はい、いい質問でした。ありがとうございます。さすが前掛けさん。いやいや、間違ってる。違う違う違う。こんな感じです。で、一応ベンチもね。あ、確かにベンチも、ね、はい、はい、あの、よく変えるのはまずデヨングのところにこう勝ってる時が多いので僕一応ね、はいはいはい、勝ってる時が多いんで守備固めでカンテ、これスパサブ、スパサブつけてる、いっぱいつけてる、ピンクロ、そう、いいでしょ、ピンクロ、このカンテワンシューついてる、このカンテいいんだよ、このカンテめっちゃ、まだ枠1個余ってるからね、このカンテ。そうな、そう、これがね、マジで取り替えいいんですよ、このカンテ。まあ、確かにこう強そう。そう、カンテ入れたりで、まあ、カンテ一応ね、ただずっとライブアップで C なので、まあ、ちょっとダメな時はこう負けれるで守備型でした。似てる、はい、っていう感じでやってて、でフォワードはまあやっぱりレオン、うん、レオンをここに入れますね、応援のところに。で、ウィング、はい、ウィング僕もこの三笘さんが好きで、
ずっと使ってるんですよ。でちょっと見てほしいんですけど、はいはい、まあ、能力ねこんな感じなんですけど、何がいいってすいませんね、このモメンタムの選手にスパサブつけてるんですよ。モメスパサブ、モメスパサブ、これ途中から出てくるともう止めらんないですよ。じゃあこれで俵積みでも OK ということで。誰ですかそれ確かに今エリキでもいいのこれ。今エリキでもまあいいのかな誰いやいやいや、まあいいけど、それが強かったそれが強かったら強いでいいけど、はい、俺はこの三笘使ってるって話だからそれなんかじゃあこれでもいいんですかみたいな、やめてよこっちの三笘盛り上げる話しようこんな感じです。まああとはもうデニスローぐらいかな、こうメッシのとこにデニスロー、デニスローもあのスパサブつけてるんで、あ、はい、まあ、結構スパサブしっかり信じてる人なんで、デニスローは結構使用感もいいって感じ。使用感もいいし、こうあと勝ってる時にこうクリアとかするじゃん、結構、はい、簡単にした時にこうちゃんと競り勝ってくれる。あ、やっぱ勝ってくれるんですか、この身長でも。そうで、ジャンプが高くてヘディングの数値もそこそこあって、うん、まあ、エアバトつけましたと。ああ、ほんとだ、ついてる。そう、まあ、なので、まあ、結構勝ってくれる、うん、でしっかりラインブレーカーで裏抜けもしてくれるっていうので、で足元もねそこそこあるので気に入ってます。なるほど、なるほど、はい、あ、はい、先生、何でしょう、先生、フリットは、フリットどこ行ったんですか。あ、いいですね、いないから。確かにいない、フリット、フリットね、みんな大好きフリットさん、はい、僕はあのベンチ外にちゃんといます。どこだ、はい、これ、はい、何がお気に召さないですかフリット。いや、重いセルフですよ、重いのなんか重いんすよで、なんだろうな、こうジャンプが85なんですよフリットって、はいはい、あ、で、こうヘディングクロスゲーとか例えば、うん、はい、ヘディングで決めさせたいときはこのセルロート使ってるんですよ今。なるほど、今だとね、うん、でそれこそセルロートいなければデニスロー出すんですよ僕は、うん、ジャン結構ジャンプ力信者、うん、なるほど、はい、なので、まあ、ちょっとフリットは中途半端かなと思って今ずっと外してたんですけど、今回の振り直しでこの育成にしたんですね。実はこれよりも前はちょっとバランス的な感じにしたんですけど、まあ、今回のちょっとスピードとか上げて、うん、私瞬発力めっちゃ高い上げて、今ちょっと気に入ってるんで、まあ、ちょっとスカット入れようか迷ってるぐらいの感じ。だからどっちかっていうとドリブルが好きなので、はい、ああ、まあ確かに確かに、こねやすい選手中心にはなってるかなっていうのと、あと OMM のとこがここかな、ここをチャンスメーカーにするか2列目からの飛び出しにするかで、僕は今2列目を結構選択してます。はい、なるほど。このネイマールに当てることが多いんで、ここが近い距離で関わる、もしくはここが抜けてくれることでここをおとりにして中に切れ込んだりとかすることが多いです。はい、なのでこの途中出場はこのヘイネス。ああ、なるほどなるほど、はい、このヘイネスもスパサブ、2列目でスパサブつけてしっかりやらせていただいてますんで、うん、はい、あとはもうよくあるビエラディフェンシブつけてて、まあ、ぶっちゃけテュラムはテュラムじゃなくてもいいかなと思います。ここずらして、あのアラウフこっちにして、はい、でここにライカールトとかでも、うんうん、いいかなっていう感じであのやらさせていただいてます。まあ、ただこれ今もう動画撮って、まあ、ある程度のこと説明しましたけど、あのマヤリカさんの横でこれやりづらいわこれマジやりづらい、うん、ちょっと怖かったですよ。いや怖いとかじゃなくて、普通になんか全部なんか俺は別にロングカウンターだしみたいな顔してるからなんか言ってるよショートカウンターはみたいな感じなんで何ヶ月ないよ質問あれば。あ、質問、うん、でも今締めたんじゃないの今いやもうまだあったからなかったから、はい、あ、まあ、じゃあネイマールちゃんめ気にならないのが気になりますね。ウイングで俺ウイングちゃんめ絶対無理なんで。そうなの、気にしたことなかった。俺ショートもちょこちょこ使うから分かるけど、ショートは問題ない。あ、そうなんすね、ありがとうございます前田さんロングだとちゃんめ、ウイングだと結構落ちてくるとか、落ちたり、はい、中に入ってきたりとかが結構ランダム性高くて、なんかショートだったらちゃんめそこ置いても結構こうじゃないですか、うん、確かに。ロングそれで言うと確かに途中から三笘の方が使用感いいって感じるときはそういうことなのかも。あ、ウイングストライカーでハマってるときは、はい、なるほど、ありがとうございます何これタレントデザイン終わり無料終わりましたけど、ちょっとこいつ普通と違うかもなみたいな選手いますか。うわ、あ、ちょっと個性超えてる育成みたいな。確かになんかドリブル好きっていうから多分ちょっと俺とも違うだろうからちょっと個性がね、個性が出るかもしれない。例えばレオンとかどうなんですかね。普通ですね普通ですね
後ろの選手って育成するときなんか守備めっちゃ上げるとかスピードを上げたいとかなんかあるんですか、その基準というか、まあ、やっぱりスピードコンプラムシーとか裏ケアできるようにしてほしいんで、スピシュンはやっぱある程度欲しいのと、あと、あ、そう、それで言うと最近こうライカルド外した理由が1個あって、まあ、今さっきの流れで入れましたけど、こう瞬発があるやつの方が習慣いいなと思ったんですよ。おー、ある程度、あ、確かに瞬発高い、で、こうショートカウンターだと、まあ、裏ケアがやっぱり一番大事で、そのトップスピードで早く乗ってくんないと、はいはい、例えばライカルドスピード89ありますけど、このストップスピードまでいかなかったら意味ないんですよ、このスピード。まあディフェンス、ロングカウンターも一緒か、これは。まあまあまあ、うん、まあでも裏取られる回数は多いかもしれない、ね、そう、うん、そう、だからこう瞬発力高めで、あとコネコネしてくる相手にも対応できるようにするってなると、うん、なんか瞬発ある程度必要だなみたいな感じで、うん、今ちょっと意識してちょっと高めにしてます、ね、大体の選手、うん、8とか上げるかもな、ここ。そうだ、ロングはもうほぼやってないですね。ほぼやってないですね。1年ぐらいやってないんじゃないですかね、でもなんかたまにやりますけど、なんかやっぱりこう遊び、半分遊びじゃないですか、こうランクマやってる時って、うん、こう本当に順位上げたい時じゃなければ、うん、そうなるとこうやっぱ自分発信の守備したくなっちゃうんで、うん、結構ショートカウンターですね。じゃあゴッドでは、はい、ロングカウンターが、あ、でもゴッドではそういうね、パターンも、そういうパターンもパターンもあるパターンもあるよというのは見せていきたいですね。これある？呼んでもらえる？これゴッド選手である？自分で解説って言ってましたけど、そこは解説枠でいいですけどね。ゴッドだけはノーギャラでやりますよ。ゴッドだけは。まあ競技でましょう。なんでね。こんなのノーギャラでもやるって言ってた。普通だったらね、優しい、嬉しい、ありがとうで。まあ江川さんがこれ言うのはお前ら笑ってるだけでおかしい。いやね、ノーギャラでいいとか言われちゃうと逆にね、逆にちょっと、そう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 、違うみたいな、無責任だなっていう、逆に無責任だなっていう。じゃあくれよ。はい、というわけで、まあ、今回日向さんのガチスカを紹介していただきました。こんなふざけながらのガチスカ解説見たことないけど、まあいいのか、まあ新鮮でいいんじゃないですか。はい、まあ、ぜひ日向さんのチャンネルも動画たくさん上がってるんで、そちらの方もチェックよろしくお願いします。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。